ベルントグッシュバイドルは、オーストリア首都ケラウ出身のサッカー選手。ポジションは FW。FC ビサンベルクでサッカーを始め、2009年に、サンクトペルテンのアカデミーに移籍。4年後の2013年、18歳で SV ホルンに移籍し、2013から14シーズン、オーストリアカップ初戦の FC ハルト戦でデビュー。翌年2014年に、 オーストリアブンデスリーガの SV グレーリヒ移席。2014から15シーズン、オーストリアカップ初戦の SV レオーベンドルフ戦で、同クラブでのデビューを果たした。2016年1月、オーストリアブンデスリーガ2部の s k n ザンクトペルテン移席。同クラブの選手として、オーストリアブンデスリーガへの昇格を果たすものの、2016から17シーズンに、 オーストリアブンデスリーガ2部の SC、ウィーナーノイシュタットに移籍。同クラブの主力選手として、リーグ戦34試合に出場し8得点7、アシストを決めた。2017から18シーズンに、オーストリアブンデスリーガのボルフスベルガー AC と2018年6月までの契約を結び、移籍。2019から20シーズンに、 オーストリアブンデスリーガの SC ラインドルフ・ワルタフ派と2021年6月までの契約で移籍するが、シーズン途中の2020年1月には、オーストリアブンデスリーガ2部の SV リートへ移籍。14試合に出場し9得点にアシストを記録、同チームのオーストリアブンデスリーガ1部昇格に貢献した。2021から22シーズン、s k n ザンクトペルテンへの移籍が発表された。 ありがとうございます。